聞いていただいてありがとうございます。写真家シンガーソングライターで普段は看護師として働いてます、彩香です。この曲は、前回に、バイナリースターっていう、銀河英雄伝説のオープニングテーマをカバーしたので、今日はエンディングテーマであるエリサさんのウィッシュをカバーさせていただきました。この曲は私が勝手な予想なんですけど、以前の OVA バージョンの銀河英雄伝説のアニメーションでは結構こうオーケストラ調の曲がすごく多くって、なのできっと前からのファンの方のためにこの曲は少しどちらかというとこう J-POP っていうよりはそのオーケストラ寄りの曲といいますか、そういうなんか壮大なね曲になっているのかなと思いました。でとてもなんだろう、道なき道を羽ばたくとか、こう私にしか描けない空で生きていくんだっていう歌詞がとても素敵だなって思いました。本当にその主役が2人いるのかなと思うんですけども、2人ともそれぞれしか描けない世界人生の中ですごく一生懸命自分のなんていうんですかね、信念に基づいてとても生きて一生懸命真摯に生きているなって思いますし、もちろん周りのねいろんなそれぞれの進化だったり部下だったり上司だったりも本当にいろんな人が自分の気持ち強い意志を持って生きてる主人なんですかね、登場人物が多いアニメーションだと思うので、本当に見てて勉強になるし大好きな漫画です。はい、でこの曲もすごく綺麗な感じで好きなのでカバーさせていただきました。また、アニメーションの方はきっと第2部があって映画にもなっていくと思うので、またカバーできたらいいなと思っております。はい、私はねオープニングもエンディングもできて大満足になっております。と私は5月にライブがありまして、いつも下に概要欄に書いてるメールマガジンの方で、先行で詳細の情報をお届けしていたり、特典もね、SNS であげるより多くしていますので、よかったらチェックしてみてください。また5月ですねにライブがあるので、ちょっとそれに向けていろいろ準備があるのでなかなかリクエストに答えれないんですけれども、もし何かリクエストあったらぜひコメントで残していただけたらとても嬉しいです。今日は見ていただいてありがとうございます。楽しんでいただけたらとてもとても嬉しいです。なんかでした。